皆さん、こんにちは、ーティーン。でアの脈を生き抜いたくです。ジャガイモができるまで。まずは、種の芋を植え付けて、それから芽が出て、それからつぼみが咲いて、まあ、太陽を受けると育つよ。花が咲いて収穫。これが新ジャガです。はい。こういう大型の機械、まあ、ポテトプランターとポテトバースターこれね、一気に収穫できますね。植え付けも。お助けナンバーワンです。さらに、フィードマンの仕事では、いろいろ、計画を立てたり、こういう管理をしたり、生育状態みたいに いやるんです、はい、じゃがいもの成長、まあ、あとはポテトの工場に行けばいいです。はいというわけで、じゃがいものができるまでいろいろあるんですが、収穫量、ポテトチップスの収穫量もまあすごいですね、はい。ぜひ食べてみたいです。じゃがいことか色々、はいろいろ。スナック菓子もおいしいしいろいろ、ポテトサラダとかいろいろですね。はい 作れるんです。はい、というわけでジャガイモができるまででした。バイバイ。